ガリンゲプレイということでですね、今日は賞金総額100万円の大会に出場しているということで、はい、埼玉県にあるグリーンテニスプラザに今日は来ています。お願いします。お願いします。はい、で今日は2回戦です。予選2回戦ということで、前回の動画を見てくださった方は分かると思うんですけど、目標は、予選を勝ち上がって、高得点64ポイントをゲットすることなので、ぜひこの試合楽しみにしてください。はい、で今日の、対戦相手なんですけど、斉藤太一選手とまた対戦することになりました、うん、YouTuber の選手です。まず斉藤太一選手のランキングなんですけど、現在162位の選手です。はい、で最近の、戦績を見てみると、そうですね、僕と対戦した後に埼玉県テニス選手権出てるんですけど、クォーターファイナルまで行ってます。お、すごいね。はい、なのでベスト8行ってるんで、すごい調子は悪くないのかなって思います。前回僕6-2、6-3で勝ってるので、うん、今回も負けられない戦いになってくるんですけど、はい、前回ですね、あまり正直いいパフォーマンスが自分自身出せなくて、正直内容的にはすごい悔しい結果で終わってしまったんで、はい、今日は内容的にもすごい本当いいパフォーマンスをして、勝ちたいと思っています。ただやっぱりこう勝つのが一番のやっぱ大事なことなので、自分がもう泥臭いテニスしてでもしっかり最後は勝利をもぎ取れるように、はい、頑張っていきたいと思います。はい、はい、僕の今のランキングなんですけど、僕のランキングが今141位となっています。前回より8個ランキングアップしてるんで149位から、うん、すごく順調なのかなと思ってます。なので先ほど言ったらしっかり64点ゲットしてまたランキングアップできるように頑張っていくんで、はい、そちらの方もぜひ注目お願いします。これ試合勝ったら32点、これ勝ったら32点予選2回戦、はい、これ勝ったら32点なんで、結構またランキングちょっと上がると思うんで、うん、まあ、作戦としては前回のやっぱりこうバックハンドの高いところをしっかり狙っていく、やっぱそこはやっぱり本当弱点だと思ってるんで斉藤選手の。ただやっぱ前回の反省を生かすとすれば、やっぱり序盤硬かったです。自分自身のテニスが良くなかったっていうよりも、自分自身の気持ち的な部分がちょっと消極的になってたんで、今日はちょっとそこをしっかり修正して、1回戦すごい高い集中力できたんで、ただやっぱりもうやっぱ1回戦もすごいパンプアップしてたんですけど、やっぱりすごいやっぱ緊張するんで、やっぱ試合やっぱ勝ちたいんで、だからまあ緊張するっていうのも分かってるんで、しっかりその緊張に打ち勝てるようにやっていくって感じですね。はい、で今日は石井コーチと帯同してもらってるんで、石井コーチにアドバイスを最後聞いてから試合動画映っていきたいと思います。はい、石井コーチのアドバイス動画どうぞ。はい、これからもうすぐに試合入るんですけど、これから斉藤太一選手と試合する前に、アドバイスを軽くもらっていきたいと思います。お願いします。はい、先ほどの1回戦の、ね、反省を生かしてて、はい、サーティラブからのポイントの取り方、はい、ちょっとポジティブに、はい、取りに行くんだけど、全部打つっていう意味ではなく、しっかりボールを落とさずに攻撃的に粘るのか、完全にこれは打ちに行くのか、はい、メリハリをね、はい、ちょっとさっき迷いがあったんで、はい、そうですね、うん、ちょっとこうポイント大事だから落としたくないなって気持ちの方が上回ってしまった時にミスしてるんで、はいはいはい、最初1ゲーム目特にそうなんですけど、うん、1ゲーム目もう落としてもいいから、いやだからもうそれに専念して、はい、それでも取れない時ももちろんあるんですよ、はいはい、だから取る取らないではなく、はい、何に専念するか、はい、だから相手もいるんだけども、それはもう自分の決め事としてやり通す、はい、そこの時にここからいつもちょっと保守的になって守りになっちゃうと、スイングスピード遅くなっちゃうから、はい、スイングはしっかりしてスピンを多めにするのか、はい、しっかりして攻撃的にいくのか、はい、っていうちょっとその速度感、そうですね、はい、それともう一つは相手の弱点、はい、に対して、先ほどはバックの方が上手だった選手に対してサーブを無理やりバックに打ち込もうとしちゃったりしてたんで、はいはい、ここは大事だったと思った時こそ、相手の弱点をやっぱりしっかり把握した上で、はい、そのプランニングを立てて、わかりました、ね、で、ボレーは熱くなりすぎない、はい、そうですね、爪のスピードはすごく良くなってるんで、はい、セットアップが後ろ、もうすでに後ろなんで、はい、前です、はい、これをしてくれて、最初からここにセットしといて、はい、ここにセットして走る、はい、ここにセットして走る、はい、これでいきましょう、はい、わかりました、じゃあ応援お願いします。お願いします。お願いします。はい。行こう。ガリンプレイ。はい、動画の途中なんですけど、これからですね、新しく僕のスポンサーをしていただいているバイト様から新フレーバーのプロテインが登場したということで、皆さんに紹介していきたいと思います。うん。皆さんまず見てくださいこちらパッケージ。いいね、ベイクドスイートポテトフレーバー焼き芋味が誕生しました。はい、はい、普段めちゃくちゃ美味しそうでしょ。普段ワントーンだけど今回ツートーンでツートーンかっこいいね。めちゃくちゃかっこいいんですよ、うん、すごい本当にパッケージもおしゃれで、はい、じゃあ味はどうなのか、ちょっと飲んでみましょう
今ですね、ハードワークがちょうど終わったということで、いただきます。めっちゃ美味しいわ。おいや、これもうあの実は飲んであるんですよ、飲んでるんですよ僕、うん、はい、これもう3日間ぐらい今愛用してるんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。すごいね、ケーキみたいな味する、甘い、すごい甘い。だから甘いのが好きな人はめちゃくちゃこれおすすめです、うんうん、はい、なのでぜひ皆さん、いろいろまだ他にもプロテイン種類があるので、まあ、ちょっと甘いのが苦手だなっていう方はキウイ味とかそういうマンゴー味とかおすすめするので、甘い方が大好きっていう方はぜひこの焼き芋味めちゃくちゃおすすめなんで、ぜひ興味ある方は概要欄からご購入よろしくお願いします。はい、ってことで試合動画へどうぞ。
Yeah!
おぉ。あれたち、会長に向いて、あれたち、あれた今日最高のプレーだったね。すごかった。おぉ、すごかったね。じゃあ、ありがとうございました。いやー、よかったね。本当でした。ありがとうございます。取りに行ったプレーが多くて。はい、ありがとうございます。うん、ちょっと前半あれでしたけど、硬かったけど、うん、後半からちょっとメンタルの際上げて。いや、だから、はい、剣心にも話したんだけど、はい、イオリのスピンボールっていうのが、どれだけ有効かっていうのが、はい、今の試合で感じることができたでしょ。はい。これすごく大きいことで、はい、だからこのボールを打てば大体浅いの来るなって分かんない。はい、そうですね。だから最後さ、立て続けに3連チャンでさ、はい、バックでエース取ったりスマッシュまでフィニッシュまで持っていけたじゃない。はい、だからあれはやっぱり押してもうポジションに入ってるから、はい、だから見えたよね。はい、空いてるところが。そうですね、そうですね。見えてってるでしょ。はい、だからあれでミスっても構わないですよ。はい、でもミスする確率の方が低い、全然低いから、はい、だからあれを誰とやるときでもできたら、はい、だから2点良かったのは動きが良かったことでディフェンスがまずすごい良くなった。はい。うわあ。ありがとうございます。でボンミスがない、ディフェンスがいい、はい、ゴールボンミスがない。はい、ラリーボールでプレゼントするポイントがほとんどなかった。はい。今言ったラリーボールで押したボールをもうこれをボールを打っていればここに大体来るかなっていう形で、はい、だからその最後の2ゲームの1つ前のゲームっていうのは全部落としていってるんですよ。はいはい、だからそれをちょうどあのところを落とさないでボール1球でも多く1球高いところで打てればなんて話をちょうどしてたんだけど、はい、してましたね、うん。はい、そしたら最後のゲームで見事にそれを表現してた。はい、してましたね。ケンシびっくりしてた。いや、本当に良かったの。今日も理想的な。そうだよね。石井さんが進出。うん。だからちょっと先が見えるというか。はい。まあこれをやっていけば自分がポイント取れるっていうのを感じることができたことが大きいと思います。はい。はい、もう一つちょっとここは直した方がいいなと思うのは。はい。やっぱここ大事、誰でもそうです、はい、より下げはそうだけど、ね、はい、ここだった時にパワープレイに走る、サーブ、サーブさ、あれ最後、はい、ワイドにチョリンクやって、はい、でストローク戦ではもう負けないわけだから、はいはいはい、泳がしてオープンコートにスピンかけて浅いのを叩くって言ったらもう完璧だった、はい、あそこいらないですか、パワー。あそこでパワーはいらないんですよ。まだ入る技術を持ってないんですよ。今日の今日で、はい、練習すればいい、はい、できるけど、はい、今日の今日で多分次の試合もパワープレー走っても入らないと思います。だから 40-50 の時にワイドにチョリンって打って、はいはい、でもうすぐ構えて、はい、オープンコートにスピン打って浅いの来るから叩く、はい、それでいいと思います。でこっち側の時もスピンでバックに打ってで泳がせるようなバック、はい、だから入れに行くっていうよりも攻撃的に高いところを通して、はい、ネットは絶対なくして高いところを通して泳がして
で次中に入って、はい、っていう。ああなるほど。ただプランニングがない。ああ。ただプランニングがなくてパワープレイになっちゃう。ああ。盛り上がりすぎ。ストロークがさ、はい、あれだけいいよ。はい。ってことはストローク戦になったらほとんどポイント落とさないじゃん。はい。はい。だからそこで落とさないってことが分かってるのであればサーブでちょっと2歩ぐらい泳がしてやった方が確率高いじゃない。はい。そうですね。だから次の時はそれをずっとやってて、ここで相手は絶対取りに来るところにど真ん中で見たら早めに来たら、はい、多分ミスが、はい、出てくる。え、はい、さっきまでチョリンとかさっきまでスピンだったじゃんって、はい、急に早めに来たりする、はい、方がそういう、なんていうの、エースを取りに行くポイント取りに行くんではなくて、ちょっと相手が予期せぬ考えてないところに早いの来たら振り遅れちゃうじゃん。はい、わかりました。ありがとうございます。ぜひ次の試合でまた上に打って、上に打って、はい、高いところからっていう最後の2ゲームの感じで、はい、前半入んなくてもいいんで。はい、わかりました。すごいですね。わかりました。ありがとうございます、石井さん。次もお願いします。お願いします。はい、ということですね。これから改めてエンディング撮っていきたいんですけど、本当に熱い応援ありました。はい。マジで力、いやー、おめでとう。マジで力になった。ああ、いや本当にあの陣営が熱かったんでいてくれたんで、もう本当それのおかげでメンタルが覚醒してすごい本当いいプレーに繋がったと思います。序盤はすごいあの緊張もあって、あのすごい本当に前回あまりいいプレーで勝つことができなかったんで、その悔しさもあってすごい本当にある意味自分にリベンジするっていう感じですごい挑んでたんで、すごいちょっとそれも考えすぎて硬くなって 0-1 と落としたんですけど、そこからあのちょっとうまくいかなくてイライラして、けどそのイライラを逆にパワーに変えて、うん、やれよって、はい前もって言って、それをパワーに変えてメンタル的にすごい本当に成長したと思います。そこでイライラしてわーっと落ちるんじゃなくて、それを逆に力に変えるっていう、はい、そこが本当に一番の要因だったかなっていう思います。まあ、今日のテニスは、まあ、自分の中でまだまだ、まあ、60点ぐらいですね。あ、そうなんだ。はい、すごい本当に確かに良かったです。めちゃくちゃ良くて、あの上出来だったと思うんですけど、まだまだ自分のテニスはもっともっとできるっていうのはその練習で分かってるんで、やっぱ今日バックハンドすごい剣心が終わった後にすごい良かったって、もう今世紀最大に良かったっていう風に言ってくれたんですけど、あ、うん、この前練習してるときはもっともっと俺のバック良かったんで、うん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 、あのもっともっと自分に期待してるんで、そういう意味ではまだ60点なのかなっていう。なるほど、はい、だからもっともっといいプレーできるんで、やっぱ最後はそのバックハンドやっぱちょっと自分のメンタル的にも上がってきたから、ああやっていいバックハンドやっぱ打ってたけど、やっぱ序盤から、うん、序盤はやっぱりバックハンドやっぱちょっと逃げてる場面っていうのはあったから、やっぱりあれを序盤からできるようになってきたら本物だから。まあ、でも石井さんも言ってたけどさ、それはまあしっかりミスしながら、うん、研究しながら上げていくっていうのが、まあそうだね、普通なんじゃない。そうだね。だからもう本当今日のプレーはすごい上出来だったけど、それをやっぱり最初からできるように完成させていくバックハンド、うん、だから技術的には本当に良くなってる、うん、技術的に良くないとやっぱできないから。今まで見たことない、あんなバックハンドの攻め多分じゃああの視聴者さんもコメントで来るんじゃない、バックハンド攻めすごかったっすねみたいな。結構もうやばかったね。結構やばかった。なんか感覚つかんだんだよね。うんうんうん。ただやっぱりね、俺もっとできる本当に。マジで俺練習で相当練習したから、次の試合でちょっともっと楽しみにしてほしい。はい。なんかここの2回はやっぱすごい負けれない戦いだったから、すごい緊張したけど、次は俺が挑戦者だから。うん。だけど挑戦者で終わらない。俺本当に勝ちにから、マジ食うから。いやー、いけるっしょ。俺ガチで食べる、食う。そうだから俺そんな別に緊張もないし怖いものはないから、めっちゃ思いっきりやるから、うん、あの次の試合も皆さん楽しみにしててください。はい、はい、ということで僕のスポンサー様、テニス様、キプタンメン様、浜松の日和元気様、そしてバチ様、いつもサポートありがとうございます。ありがとうございます。で僕のこの T シャツも応援グッズとして概要欄から販売中なんで、ぜひ興味ある方は応援よろしくお願いします。最後にプロテインを飲んでるシーンをぜひご視聴してから、ぜひ皆さん次回予告見てください。これからプロテイン飲んでいきましょう。いきましょう。はい、ということですね、先ほど試合が終わって、これからですねプロテインを飲んでいきたいんですけど、今日ですね、プロテインを飲むシーンっていうのは今日はありません。もう先ほど飲みました、うん、なぜかというと今日はですね皆さんに新しい商品を紹介したいと思ったので、そちらの商品を中心的に今日紹介したいと思います。プロテインも本当に試合後だったりとか練習後だったりとか筋トレ後だったりとか、もう絶対にここであの必須なので、スポーツやってる方、スポーツやってない方もすごいタンパク質っていうのは大事なんで、プロテイン大事なので皆さんぜひ飲んでみてください。味もすごい美味しい味になっています。はい、はい、ぜひ概要欄のリンクから買ってください。でこちらが新しい商品なんですけど、うん、ビタパワーという何それ新しい商品になっていきます。はい、これはですねタブレット状になっていて、なるほど。こちらどういうものかっていうと、11種類の
ビタミンと亜鉛とマカが入っている商品となっています、うん、これまあビタミンなんで本当にまあプロデーもそうなんですけど、テニスやってない方、スポーツやってない方でもすごく本当に必須となる商品なので、うんうん、でプラス亜鉛とマカが入ってるのですごい男性の方すごい活力が上がります。なるほど。これを飲むことによって本当朝の目覚めの調子だったりとか、だからこれはあの僕本当にすごいプロテインと、まあ、EA と一緒に実はこれ飲んでたんですね。おはい、なんであの1日4粒朝昼夜 あのご飯の後に飲む商品となっているので、まあ、あの詳しくはですねこちらに書いてあるので皆さん見てみてください。これ本当にすごいビタミンなんで、はい、めちゃくちゃおすすめなんで皆さんこれビタパワー概要欄から買ってみてください、はい。次の試合も頑張っていくんで皆さん応援お願いします。で僕のこの T あのパーカーもですねスウェットも、新しく冬のシリーズとしてまた販売されているので、興味がある方はこれ着ながらあのテニスとかもできるんでぜひこちら買ってみてください、はい、あ買ってみてくださいというかぜひご購入お願いします。はい、はい、ということで次回予告どうぞ。ガルキプレイということでですね、今日は賞金総額100万円の大会に出場しているということで現在予選決勝に勝ち進んで、で今日の予選決勝の対戦相手なんですけど、今日の対戦相手はですね予選第1シードの川野海選手になっていきます。おお。Yeah.